税後還付法人の会議にですね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。代表鈴木より振り返り動画でございます。やっぱり日本のその育成考えた時に高校生年代でやってることがやっぱ世界と比べてどうかっていうところは僕もすごく関心が強いところで、今回この講習を聞いてよりスペインで実際に行われている練習戦術的なとかそういったことと普段の高校生たちがやってる練習っていうのは、比べることができたなと思います。パニッシュってよく言葉ができたと思うんですけど表現がすごくいいなと思いました。罰を与えるみたいなことなんで こういう守り方をしたからにはその報いを、まあ、それと今回鍵だなと思ったのはオプションもっとたくさんあるよっていう話があってこれさえ学んでたらあとはそっから選択肢を広げていくことが可能だよって言い方を岡本さんされてたと思うんですよね。全部を説明して全部を学ばせなくてもそっから相手にパニッシュするために彼らが自然と学んだものが生きた知識としてそうやってスペインは判断力遂行力が高い選手が育つんだなって日本でも全然戦術とかスキルを教えないでゲームしかやってないみたいにして育成してでも強いチームであると思いますし教えすぎてそれで強いチームあると思うんですけどやっぱり選手が上質になっていく過程っていうのはその両極端にはないバランス最低限って言ってましたけど本当にベーシックな相手にとってのパニッシュが分かった子たちがどんどんその選択肢を広げていくみたいなここが僕は育成の一つ鍵になるところじゃないかなというのをこの今回の講習ですごく Here is the saying they defend the play and then he is not in the right spot for sure this is a shooter he doesn't want to playOr stop. Now they do with 13 seconds left, but for me it's very interesting to do with short clock. And then he punished them, go far away. Very, very simple. これも本当にシンプルなんですけど、ディフェンスの守り方に対してパニッシュしてますね。Now, one interesting thing here is that this guy doesn't roll under the bucket. He rolls here.Parallel to the sun. And then this guy is the five men. この矢印をあの注目してください。リング方向ではなくて、黄色のディフェンスから離れるためにリングより少し右寄りのところにダイブしていきます。Six years ago in Murcia when I was coach, if this guy come up, this defender has to deny. So this gap is bigger to play the ball.なのでこの時私がムルシアで指導している時もすごく大事にしたのはこのウィングの選手をしっかり上に上がらせることですね。これは18歳以下の選手ですね。For me, it's much better that they are learning by doing. で私はあのすごく大切にしているのはバスケしながら学ぶっていうことをあの私は重視しています。That you repeat 1000 times 3 against 0 the different options.なので例えば1000回 3-4-0 要はディフェンスがいない状態で1000回やったとしてもあまり効果は得られないんじゃないかと。Okay, pass to the pick and pop. They play in another side. Hand off. Good pass. Good things.今の約束ことは、スクリーナーはショートロールもしくはポップ選んでいいよ。下にいるビッグマンは必ず逆サイドのロープポストに動いて合わせると。